だからこそ力を手に入れたやつは気をつけなきゃならない。そいつをどう使うかでヒーローにも。でも先生、今は体が。 怪物にもなっちまう。おかげで私も最強のネイティブになれた。私の勝ちだ。なんかすげえな、坂東さん。まあ俺もいろいろあったからな。すいません。